どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃっとす。毎週金曜夜18時半、会場19時ゲームスタートドライブ。Blame Him 続きをプレイしていきたいと思います。レイスに追っかけられてるところからなんだよね。開けて！これで？これでどう？おーい！おい、早い！早い！お願いします！おせい！はい！はい！あ！はい、けん！おい、早い早い早い！次のが足りないとこやってばーい！はぁ！はい、はあ、はあ、いた、はあ、せ、はあ、はあ、はい、あら、ゲソク、あ、なんだそれ、入るのか、どうやった、いやー、ハリーポッター呼んじゃうとこだったよ今の。ハリーポッターの役をやってる人は見たことあるんですけどね、生でね。いやー、めちゃくちゃかっこよかったです。いやー、赤ちゃんを探そうだ、俺赤ちゃん探しに来てたんだわ。いやー、脱出すればいいとかそういうあれじゃなかったよ。真相言って何が出てくんだ。はあ、なんだこれ、アイロンじゃねえか。やめて、またあの、ドゥ、これ持ってくるよ。なんか炎でも、なんだ、なんでこれも持ってけるの。いっぱい持ってけるね。あ？フィックスアンサー、修正答え、え、どういうこと。ん？あー、こっちと同じ状況にしなきゃいけないのかい。あ？まあまあまあ、もうこれは何か、あ、なんかこんなん、あー、そういうことか。あ、こっちが答えか。そこに置きまして、鏡みたいにしなきゃいけない。あ、ちちち、踏んでんな。あ、ちち、すっすっごい引っかかる。え？ちょっと待ってね。ああ、じゃあ位置的にはここでいいのか。ここ一瞬暗転するな。うん、待って。あー、これ一体型のやつね。椅子の位置動かせないんだ。でもすごい、下にもそのカバンを置くスペースがあるんだね。画期的な椅子だな。うまいこと置くと、いや、これ縦に置かないと、だってここら辺でいいのかな。で、あとさっきのこいつだね。
地図の左下だから、こっちから見て地図の右下だ。はい、あとバケツがどっかにあるぞ。これか、違うな。はあ、こいつは一番左前の席に置けばいいかな。あ、向きとかも気になっちゃうけどね。あとはバケツ、あ、あったあったあった、バケツっていうかゴミ箱だね。ん？ここか。倒れてていいのかな、これで全部かい。なんか後ろに書いてあるぞ。なんもない。あ、地球儀があった。まだ助かる、まだガス…どこだ、上か。ああ、よし。あ、なんかヒューンっていった。やった、滑るようになったぞ。真っ赤じゃん。え、なんかすーごいことになってるけど、ライトが。あ、ちょちょ、ライトのライト当てたところのグラフィックがしっかり出る。じゃあこのライトおかしくないか。まあいい、左側行ってみよう。何も見えなくなっちゃう、ライト当てないと。BGM が怖いね。ん？下でいいのかい？お、セーブされた。あー、ダメだって。あ、ちょ、ダメじゃないこれ。グラフィックが、グラフィックがライト当てないと、真実が見えちゃう。ナイフの人がいる。動いてないね、あそこから。これ今見つかるとやばいね。まだあそこにいるな。ナイフ持って立ってるね。ちょっとあれか？おびき出さないとダメなパターンかこれ。あそこにいられちゃ進めねえもんな。もう一個の方見てみようか。うん、ここら辺ね、もう裏の世界が見えちゃってるからね。
上行けないからみたいな感じかな。あ、扉があるね。あ、行けないから。なんで怒らせるようなことをしなきゃいけないの。誰だって多分木箱ぶつけられたら怒るよ。一回ぶつけてゲームスタートって感じか。こっちまで走って、走れば気づいてくれそうだけどね。よー、あ、ナイフの人よ、こっちだ。一番手前だとなんかさ、バレそうだから奥に行こうぜ。真ん中だろ。くら。すごい小さい足音が聞こえるな。巡回してる？あれ？あ、木箱復活。この木箱三つでどうにかしろってことかい？当てて動きは止まるかをチェックしよう。おいおい、あいつあそこで止まっちまってるぞ。お前あれでいいのか本当に。もう一回ぐらいぶつけてみよう。おお、来た来た来た。バカな！え？じゃあな。ちょっと待って。やべ、入り口に貼られたな。すぐ出なかった、ダメだったやつこれ。あ、巡回し始めてくれた。あそこにいる。どうした？ちょっと疲れてんだろうな。じゃあな。あれ？来る？来るの？ああ、俺鍵取ったかな。ああ、いや鍵取ってるね。なんかドアの鍵って感じしないね。一回試してみようか。この上の鍵じゃないの？あ、開いたぞ。なんだよ。うん、机の上に鍵落ちてたからな。おーおーおー、エンジンががっつり置いてあるけど。2つ。すっげーカラフルだな。ああ、ハサミが置いてあるね。カンテラ。
しか。やばそうな道への扉はある。セーブされちゃったってことはいるね。ナイフの人はぶつけても意味ないんだね。え、どういう部屋なんだあれ。部屋がいくつも続いてるな。小分けにする意味。え、どういう、え、どこから水引いて、あー、あるなー。ぶつけれというのかい。何かがじゃあ出てくるね。またお父さんかな。何かしたら出てくるんだこれ。なんだこれ、めっちゃ重りに鍵がついてんな。なんか出たな。あ、ちょ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 、誰がどこにどうしている。戻ればいいのか違うとこ行けばいいのか分かんないね。あ、またお父さんいるな。どういう鍵を手に入れたんだ俺。お父さんだったら、あ、おい、ちょっと待って、2人いる。お母さん、ナイファーが2人いる。ちょっと待って、これ見つかったらアウトだ。あ、で、お母さんナイファーは多分ね、食らってもひるまないけど、音がしたとこに行くんだろうね、あの感じだと。なんで？あー、投げたのが見えちゃった。こう行っちゃったな。これでこっち来たら終わりだ。よし、ダブル。いいぞ。いいぞ。これは何？閉じ込められるのか？さよなら。あ、ドア閉めたかったけどいいや。戻っちゃっていいのかな？ああ。まだね、音楽が止まってねえってことは油断しちゃならねえ。この鍵でいいのかな。あ、止まった。よし、こっちが開かなかったのかい。あっしゃー、おー、どんだけする。どういう鍵、あれ持ったらこうじゃらじゃら言っちゃうとか、そういう。あ、ライト消えた。すげえ後ろから来そう。あ、暗い。急にドン。なんかここに、あー、うおえ、行くしかないの。あ、なんかいる、なんか奥から来、やだー。
ああちょいちょい見えて、ちょいちょい背中が、なんて男らしいな。進めないしな。あー近づいてきてる、後ろから。うわ怖っ。なんだ、あ急にドンってくるやつ、急にドン。開くんかい。ああ怖かった。ああ、鍵がついてんな。開く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 。どっち行こうかな。左、さっきダクトの時言ったから右行ってみようか。なんだこれ、え、どういう、え、開く。わかんなくなるパターンこれ。今一応オートマップ少しずつ更新してますけど、うわーやばいな。これは同じ感じのパティーンの、はっ、なんだ、やめろよお前、そのグラフィックが手前に来るパターン。いや、同じ形ではない。なんだこれは。怖いから持ってこうぜ。あっぶねえ。え、いや、罪。罪だ。ちょっと。あははは。ボキッつったよ、今、ボキって。え？ああ。落ちたんだね、今の確実。ロストパペット。あれ、全くこっちは違うなと。こっちなんか、あ、いや、さっきのはなんか三脚みたいな持ってけば、三脚というか。ね、はしごを持ってって倒せばいけそう。開くんだ。どっちでもいいのかい？なんだこれは。またそういうのかい？あ、開いた。はい。あー、時間制限があるね、これ。一回リセットしよう。ん？やり直ししたいんだが。そういう感じではない。うわあ、大変そうだな。ちょっ、触れねえな。うん、動かせないな。一回だけ？一回だけっぽい？何かあるのかな？なんかあるね、アイテムが。急いでダッシュしてレバーを下ろさなきゃいけないんだな。上がってくれよ。上がらねえな、これ一回だけかな。上行ってみるか。
こいつを持ってけばいいんだよね。めっちゃ大変じゃないこれも。これは骨が折れるんだ。本当にこれから左から行くルートなんじゃないか。一回全部開けた方が早そうだ。結構遠いもんね。で、ここかな。ちょっと違う部屋見た方がいいかな。ここら辺使えばいけそうだけどね。怪しいなこれ。違うか。何めちゃくちゃ下ろせば、これを下に落とせば。ほっ。いやぶっ壊れちゃうもんね。ちょっと足場にすれば。いやでもあのね、基本的にこのゲームジャンプがないんですよ。あ、ダメだ。ここはそういう感じなのね。あとこっちか。箱があるだけ。ですね。あいつを持ってかなきゃいけないんだ。大変だけど。行きます。なんて地味なんだ。で、まっすぐ行って左かな。これを倒して足場にするんだろうね。よいしょ。あれ？何これ？ねえ。あ？なんだ？え？どうして？ずいぶん時間差で落ちたね。え、どういうこと ?3769。3679。みんな覚えておいて。最初の方にあった開かない方の扉が開くのか。一体何だったなんかすごいヒントをゲットしたけど。わお、クマちゃんだね。うわ、怖っ、びっくりする。怖っ。それだけ？ここかな？いや違うよね。どこかにそれで開く何かがある。これー、これあれかな？下、ちょっと。下にあれか。今の上の南京錠みたいな破壊できるアイテムがあんのかな？ちょっとこれ下もう一回できるようにしないとダメ。一回どうしようかな。戻って、いや、ちょっとなんかこの感じ、あの奥にあるやつで切れるんだと思うんだよね。一回しばし。どうも、まずはじゃあ下から攻略しちゃおうかな。行くぞー。やることは分かっている。レッツゴー。毎回変わんのかな？毎回変わるね。あれか！ちょいな！これ遠くない？ちょっと待って、無理だよね。
遠すぎだよねこれね。いやえ、無理ってこと。いや開いたな。あ、これでエラーになって治るのかな。あ、治った治った。あ、そういうことか。遠すぎ遠すぎ無理。あー次あれだ、走れ走れ。腹立つな。運かな。あー無理。いやこれは、あー近い。合ってるのか。何、なんか能力が開花するとすごいスピードで、あの空いてた場所のやつを下ろせばいいのかな。さすがに間に合わないもんね。多分ここだったかな。ここじゃない？あ、ダメだ。暗記かな？毎回空いてる部屋、実は同じってこと？じゃあ、あれだよね。残り2つは、なんか、逆に分かりやすかったような気がするな。開けたところの端2つだった気がする。それ試してみようか。奥2つで合ってるはず。あれ、ここが確か。あれ？リセットされる。あれ？リセットされちゃったね。一回引いてから。あ、いや、あそこ開いてるな。これが3とかそんなことないよね。あ、大丈夫だな。一個下げれた。で、1、2、3、4、5、6、ここ？あ、合ってる。3、6、7、9はどこだろうな。わかんねえ。4、5、6、7、ここら辺とか。いや、これゲームスタートされてないね。一回ビーってなったから。4つ、3つ目だっけ。はい。ああ、必ず同じ場所がチクタクいってるから大丈夫か。1、2、3、4、5、6。あ、そこが開いた？え、ここ初めて開くけど。ちょっと待ってくれよ。変わってない？4つ目だっけ？3つ目じゃなかったね。もうあれもう間違ってるの。でも開いてった。うー、違うってなったね。ここは間違いないな。
うわ、全然違うとこ開いてる。なんだと？いやー、法則がわからねえな。急がば回れ。なかなか難しい仕掛けだね。ちょっと今回はここまでか。なんかどこかに数字があるとかだったらいいんだけど、そういうわけでもなさそうだもんな。部屋のどっかちょっと見てみる。書いてある？ないね。みんな同じ部屋だ。はい、ちょっと次回までにまた考えておきますんでね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のオートライブで続きをプレイしていくので、よかったら見に来てください。ほんじゃあまたの。Yeah.